仙台文学館は、宮城県仙台市青葉区北根にある、仙台市立の文学館、社会教育施設。大原神林公園の西側に隣接し、道園の出入り口の一つにもなっている。伊佐尾市、市立銀行研修所跡地に1999年3月に、開館した。8年間在任した、初代館長の井上久をはじめ、仙台市や宮城県に、ゆかりのある、 近代文学に関する資料の収集、展示を行っている。また、文学作品の劇の講演を主催する場合もある。2009年までは、当館が主催する文学賞、万水賞も授与してきた。情報、交流コーナーや子供の本の部屋の利用は無料だが、常設展、特別展、企画展の観覧及び講習室の使用は有料。ただし、仙台文学館ともの会、 仙台都市圏、どこでもパスポート、及び石巻県悠々パスポートの会員などは無料で観覧できる。当館の蔵書目録はインターネット上の学と仙台オンライン目録を用いて検索可能である。宮城県と仙台市には各々文学館の設置構想があったが、市が事業主体となり、建設費及び開館までの資料購入費の半分に対して県が、 補助金を出すという形で計画が一本化された。同時期、県では宮城県図書館、市では仙台市図書館の移転、新築計画が各々存在していたが、文学館は地元の近代文学の資料収集及び展示、両図書館は広範な図書の収集、閲覧を中心とした施設と役割分担がなされた。また、同時期に宮城県美術館に、 佐藤忠義記念館が新設されたが、宮城県芸術協会による美術館建設の陳情が市にもなされ、美術ギャラリーと文学館を合わせて仙台市都心部の定前寺2に設置する計画が生まれた。その後、仙台市都心部から見て、北港外の大原神林公園隣接地にあった伊佐尾市、市銀行研修所の跡地を市が取得したため、文学館は、 同跡地に建設し、美術ギャラリーと仙台市図書館等を合わせて定前寺2に建設する計画に変更された。定前寺通りの複合施設は、文学館開館後に仙台メディアテークとして開館した。62、968平方メートルの敷地面積のうち、建築面積は2377平方メートルである。以下のような施設がある。 館内庭園1994年に開催された仙台文学館全国公開設計協議において最優秀賞を受賞したネオタイド建築計画の案をもとに建設された。同案は建設予定地である七北、田川水系仙台川支流の小川が作った V 時刻をダイナミックな空間と捉え、ここに自然環境との共生、古都仙台のイメージと四季や 時間の流れをテーマとし、大原森林公園と市街地との間に設けられたゲート、建設地の V 時刻の両岸をつなぐ、ブリッジ、仙台城などの歴史を表す、白壁をキーワードに設計された。土井万水検証会は仙台市長を会長とし、当館に事務局を置いている。仙台市出身の詩人、土井万水の検証と、 東北の詩人の活躍を後押しする意味で1960年に創設された以下のような賞を東海が主催して授与してきた。しかし、第50回にあたる2009年を最後に休止となった。万水賞は詩集に対する賞で近年は選考対象が東北出身者以外にも広げられていた。東京都の山の上ホテルで選考会、当館で増唱式が行われ、 柳原義達制作の土井万水レリーフと副賞百万円が贈られていた。当賞を授与するに値する作品が選考対象期間に複数発表された場合は、各々同一回の受賞作とした。万水賞受賞者、受賞作一覧等、北地方及び仙台市の国内姉妹都市の試作品を対象とした賞で万水青場賞は、中学生万水若場賞は、 小学生に授与された。柳原義達政策の土井万水レリーフと副賞の記念品が当館での贈賞式で送られた。仙台市に提出された指定管理者評価シートに記載されているデータによると、近年の利用者数は年間4から5万人である。うち、企画展などの観覧者数は2から3万人。ありがとうございます。